ダービーマッチ日本のダービーマッチプライド・オブ・中四国プライド・オブ・中四国とは、日本プロサッカーリーグに加盟するガイナーレ鳥取・鳥ットファジアーノ・岡山レノファ山口 FC ・ヤマグチ・エフシー、カレサヌキ、徳島・ボルティス、愛媛 FC ・ FC FC 今治の中国、四国地方にホームタウンを置く7クラブが行っている、クラブ間、クラブと自治体の連携事業である。なお、鳥取と岡山の対戦を、 本量ダービー、岡山と佐抜きの対戦を、プライドオブ中、四国瀬戸大橋ダービー、徳島と愛媛の対戦を、四国ダービー佐抜と徳島の対戦を、東四国倉四国とそれぞれ故障する。2011年に、鳥取が J リーグに入会し、J リーグディビジョン2に所属する中国、四国地方のクラブが4つになったことを機に、対戦だけでなく各クラブが連携し地域の観光や、 物産を全面に PR しながら、サポーターが楽しめる対戦企画として始まった。プライド・オブ・中四国という名称は、公募により、1123通の中から名付けられた。それぞれのホームスタジアムを回り、その数に応じて景品が当たるスタンプラリーなどを行っている。2014年、サヌキが J リーグに入会し、徳島が J1 へ、 鳥取が J3 リーグへ所属することとなったが、プライド・オブ・中四国の企画は継続して行われることが発表された。スタンプラリーや順位予想企画は岡山、佐抜愛媛の3クラブで行われる。2015年 J3 リーグに参入した山口を新たに迎え、2015年のプライド・オブ・中四国の企画は、 J2 の4クラブと J3 の2クラブ合わせて6クラブで行われることになった。また順位予想が各クラブの最終順位を当てるものに変更された。また2020年からは新たに J3 リーグに参入した今治も加わり、参加クラブは7クラブとなっている。なお、サンフレッチェ広島はプライド・オブ・中四国に参加しておらず、広島との対戦はプライド・オブ・中四国には含まれない。 2014年シーズン終了時点、ありがとうございます。